森森ライオン株式会社。おはようございます。岩手を元気にする地域活性化番組、その名もラジオ番組なのに森森ライオン株式会社、今週も始まりました。それでは森森ライオン株式会社本日の出席を取ります。はい、私営業部長の桜ひろ子です。はい、人事部長の石川美希子です。さあ今日も土曜の朝に元気に出勤してまいったわけですけれども、さくらさん、はい、今日のゲストは、はい、今週はですね、釜石にお住まいのホタテを中心に海産物を販売している有限会社山木一商店専務取締役の君ヶ洞武一さんに電話でご出演いただきます。はい、君ヶ洞さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの君ヶ洞さんのお仕事についてまずあの詳しく教えていただきたいんですけれども。はいはいはい、よろしくお願いします。はい、ホタテを中心に、三陸の海産物を、全国のお客様の食卓に、お届けさせていただいております。はあ、全国っていうのはもう津々浦々、あの俗に言う北は本当北海道から南は、はあ、沖縄まで、あの全ての都道府県に届けさせていただいております。これはあの通信販売とかそういうのなんですか？そうです、通信販売です。はい、それで一番はやっぱりそのホタテなんですよね。はい、そうですね。はい、まあ、あの一応、当店のホタテは、まあ、泳ぐホタテとして名前の通りに、あの泳いだまま全国にお客様にお届けするという、発泡スチロールの中に小さな三陸の海を作っていると思っていただければ。泳ぐんだ。はい、泳ぐんだって見たい。はい、要はそれだけもう鮮度がいいってことなんですね。もちろんあの、泳ぐホタテとして、はい、あのお届けするので、それがまああのこう鮮度が本当にいいということで評価いただいてますけど、はい、あとはやはりその、岩手のこうホタテっていうのは、あの中身もいいんですよね。要はあの2年外で出荷いたしますので、そういう意味ではあの本当にそれは市場からも本当にあの高い評価をあの得ているホタテです。はい、そうなるとですね、値段がすごく気になるところなんですけれども。はい、例えば一番大きいものだと1枚、はい、1890円します、ホタテが。すいません、あの口が開いたままちょっと今びっくりしちゃったんですけど、ただそれは会社として利益を上げるってこともあるんですけど、ただ本当にその、働くその漁師さんは本当にやっぱり命かけてこう仕事してますから、やっぱその方たちからその日本一高い値段でやっぱ仕入れさせていただくっていうことにも、あの重きを置いておりますので、やはりそういう値段っていうのは、まあ私たちから言うとやっぱ適正な値段だとは思っておりますけどね。はい、まあ、日本一高いっていうのは確かなんですね。じゃあそうです、日本一高い値段でそれは、はい、販売させていただいております。うちの方だいたい創業今24年目で、あのホタテを始めてからはだいたい20年くらいあの経っておりますので、その通信販売するっていう、あの今させていただいてるっていうのも、その20年来くらいのお付き合いのお客様が、あの土台になっておりますので、だそういう意味ではすごくそういううちらっていうのは本当にお客さんに育てていただいてる企業ですからね。はい、いやー、本当このホタテにかける思いね。すごいですね。いや、震災の影響とかはどうなんですか？やっぱ20年前やってらっしゃってるっておっしゃってますけど、まだまだその大体今去年の水揚げ量で震災前の大体2割くらいですからね。まあ絶対量は足りないんですけど、まあただ一つ一つ大切に、まあ、販売させていただくだけのことですよね。その顧客様に関してまだあの商品あの全てはまだ揃ってませんけど、今までその三陸の海のおかげで今いる素晴らしいお客様と出会わせていただきましたからね。それはやっぱりこう時間がかかることもありますし、それはやっぱりそこはあの焦らずと言いますか、まあ、当たり前のことをまずは当たり前にあのやっていくような形でにしていきたいなと思ってますし、あとそれプラス、まあ、たまたま震災後ですね、業種間関係なくいろんな方とこう出会いがありましたんで、まあ、若手グループでまず街づくりというか、少しでもね未来の子どもたちが
この地域で誇りを持って頑張れるような、うん、土台を作っていけるような活動をしていきたいなと思って今いろいろこう話をしながらもやってますよね。具体的に どのような形でこう進めていこうと思ってらっしゃるんですか？そうですね、例えば一応そう団体名があって、まあ、ネクスト釜石っていう名前なんですけど、まあ、その昨年ですね、釜石には釜石よいさって言って、うんうん、震災前、まず24年間続いてたお祭りがあるんですよね。それが震災のためにまず2年間できなくなってったんですよね、はい、うん、それをまあ、昨年ネクスト釜石のメンバーがまあ中心となり、それはネクスト釜石のメンバーさんが やったんですか？いや、まあ、もちろんやったというよりもその、はい、いろんな方が携わって初めて完成するものですから、まあ、そういう初めのそのなんて言ったらいいきっかけ作りと、あと皆さんがその喜んでいただける、まあ、お手伝いを少しうちの団体がさせていただいたっていう形になりますね。はい、漁協においても本当町づくりにおいてもね、はい、頑張ってらっしゃるんですね。いや、 やっぱりね、その日本一の値段で誇りを持ってその発信してるっていう姿なんかはね、いや逆にこの同じ岩手県民としてね、すごくね、そうですよね、感動を覚えるというかね、すごい頑張ってほしいなって思います ね。それでホタテの一番おいしい時期っていうのはいつになりますか？はい、ホタテの場合は、旬がだいたい6月から、三陸の場合は6月から8月になりますね。その時期が一番その貝柱が大きくなり、旨味成分が多くなるのですごく甘みが増す時期になりますね。うん、なんかね、冬もなんかこう おいしい時期かなと思ったんですよね。年中ね、今食べられるイメージ。冬だと逆に身が締まって、繊維がまあしっかりしてこうと食べ応えがあるといいますか、なので大体、お中元お歳暮というのは大体当店でも、まあ、大きな柱になってますからね、そういう意味では。はい、いやもう本当にね、聞いてますと、それだけねやっぱり高いねホタテなんですけど、ね、おすすめのなんかこう食べ方みたいなのってあるんですか？ね、ご縁があって、まあ、いろんな私料理人さんとかシェフの方とこうお付き合いもさせていただいてるんですけど、やはりその方たちに聞いても本当に素材がいいものはなるべくそのままで食べるものが一番いいと、なのでお刺身ですよね。なおかつ調味料もこだわれば、お刺身にちょっと塩とか、そして次は醤油とか、そういう形ですよね。まあもちろん通常食べる分にはやはり火を通した方が好きな方もいると思いますから、そういう意味では浜焼きでもよろしいかと思いますけど、とにかく素材が良ければちょっとした手間暇で美味しく食べれますからね。ちょっとね取り寄せてみたいですよ、でね、君ヶ原さん。でね、一般家庭でもいいんですよね、もちろんね。いやもうそれが主なうちらの。そうですよね。いやでもすごいね、やっぱりその三陸の海の、まあ、そのまま送られてきて、いやちょっとさばいてみたいね。いやでもなんか泳ぐのじっと見てたようなところもいけないから。こんなお客さんもいるんですよ、世の中にはね。いやでも本当にお若いね。あれおいくつでしたっけ君原さんは？ま、私35ですね。わまだ35、このお仕事継がれてどのくらいになるんですか？まあ、もちろんまだ、父である社長も健在ですから、私でも地元に帰ってきて今、7年目ですよね。はい、ある意味じゃあこれから ますます楽しみな、ね、そうですね、君が原さんですけれども、今後こんなことをもっとしていきたいとか何か夢があれば教えていただきたいんですが。まあ、夢というかやっぱりこういうふうな震災を経験してやっぱり生かされてる命なんですよね。だからまあそれを本当にこう、まあ、次の世代にやっぱりつなぐのが、私たちの使命だと思ってますんで、だからこのなんか田舎だからこそできることだったり、この地域に住んでるからこそできることっていうのはたくさんあると思うんですよね。だから私はどんな職業でも同じだと思いますし、あとはそこでどうやるかだと思いますし、だから本当に自分のこの地域に住んでる方々がまたそこに住んでる今度子どもたちが例えば大人の姿を見て憧れを持つような、そういった地域、まあ、私の場合はたまたま海産物というか食に携わる仕事をしてますので、まあ、食を通じて またそこに携わる人間として、そういうちょっと
憧れを持たれるような、うん、形を作っていければいいかなというふうに思っております。素晴らしいですね。いや、山木一さんの商品はじゃあ山木一かなんかでこう検索すれば。そうですね、山木一でも泳ぐホタテでもどちらでも、あ、どちらでもいいわけですね。出てきますので。わかりました、はい、いや、ぜひこれからも頑張っていただきたいと思います、はい、さあということで今週はですね、ホタテを中心に海産物を販売している有限会社山木一商店専務取締役の君ヶ洞武一さんにご出演をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。